おはようございます。今時刻が4時40分頃となっております。今日は久々の遠征しまして山梨県まで来ちゃいました。この後日本百名山の水垣山と、あとは予定では金峰山も登ろうかなと予定しています。ちょっと昨日ちょっとあんまり寝れなくてですね、ちょっと体力的に大丈夫かなって感じなんで、とりあえず水垣山はマストで、で金峰山はちょっと体力見ながらアタックするのか、そのまま下山するのか考えたいと思います。今日は一日晴れる見込みなんですが、午後からちょっともしかしたら曇りになる可能性もあると思うので、早めに登って拝みたいと思います。それでは行ってまいります。はい、これが水垣山です。水垣山の全貌です。今からここに登ります。すごいですね。さあ、とりあえず向かいましょう。地味なところに到着しました。すげえな。すごい。よいしょ。いや、話には聞きましたけどやっぱきついですね。結構急登がずっと続いてます。これ山頂までこのまま急登なんですかね。息上がりますね。やっぱ一歩一歩がでかいんですよね。一段一段が高くて足を上げないと厳しいですね。上がります。これはずっとさっきから上がってるんですよ。もうでも、かれこれ、1時間半ぐらいは経ってますね、今。よいしょ。これ、金峰山まで行けるかな。あれかな、山頂。
わかんねえ。違うかもしれん。多分違うな。位置的に違うな。これっぽいけど、なんか違う気がする。山頂じゃない気がする。はい、登山の途中なんですけど、今すごいことに気づいてしまいました。もうちょっとでね、山頂って感じなんですけど、おそらく車の中にカメラ1台忘れてきました。おそらく車の中だと思うんですけど、ちょっと暗い中ゴソゴソしてたんで、その時で落としちゃったかもしれないです。ああ、最悪だ。なので今回は、GoPro のみの撮影になります。すいません。すいませんっていうか、俺がショックなんですけど。じゃあ、とりあえず山頂目指します。しまった、確認すべきだった。はい、日本百名山34座目、水垣山、標高が2230メートルです。お疲れ様でした。いやー、なかなかきつかった。ただ景色が最高です。すげえ。富士山がドカーンと見えます。最高の天気ですね。いやー、360度カメラ置いてきたのが悔しい。さすがにちょっとまた駐車場までは戻りたくないんで、今回はもう諦めます。とりあえず車にあることに乗ります。なくすわけにはいかないんで。すごいですね。あれ、八ヶ岳も見ます。去年の終わりましたね、八ヶ岳、赤岳。じゃあ今この後頂上あたりですね、今から登り返します。一旦この後、富士見平山荘まで戻ってから登り返して、奥ですね、金峰山登りたいと思います。ちなみに呼び方なんですけど、長野県の呼び方は金峰山で、山梨県の呼び方は金峰山と2通りあるみたいです。はい、車まで持ってきました。ありましたね。普通にいつも持ち歩いてるケースに入ってました。確認しなかったです。アホですね、マジで。とりあえず急いで、富士見平山荘まで戻ります。はい、今ちょっと遅くなりましたけど10時ですね。
10時、富士見平山荘出発します。本当はちょっとね、予定より1時間半ぐらい早くて参ってたんですけどね、ちょっと駐車場の往復が発生しまして、でその後ちょっとご飯休憩して、結局予定より15分遅れの出発となりました。いや大丈夫かな、結構体力削られてるんで、まあ遅くとも本当18時には下山したいですね。下山完了。標高差予定では1800ちょっとだったんですけど、今の往復発生して2000超えますね。やばい、2100、2200ぐらいじゃないですかね、今日一日。結構きついです。頑張ります。試練で目指せ金プさん、頑張ります。最高。砂払いのかしら。すげえかっちょええ。ああしんど。さああと1時間60分頑張るぞ。ええかっちょええ。あれかな。多分あれだ、金峰山山頂。ああまだあれだ、多分。すげえ。結構来たな。すげえ、まだ雪が残ってる、ちょっとだけど。あー冷たい、冷た。あー着いた、着いた。銀プさん、もう無理、下山があるけどもう無理だ。着きました。はい、金峰山山頂到着しました。日本百名山35座目になります。標高が2599メートルです。お疲れ様でした。きつかった。いやー暑いし、あ景色が最高です。マジできつい。ああ
はい、見てください、これ下から持ってきたポテチがパンパンです。気圧ですげえパンパン、結局食べてないっていう。まあいいや、そこまで食欲はないんで、まあタイミングがあれば食べます。他にまだお菓子あるんで。パンパンやば。Try to ignore these thoughts that go back and forth inside my head.